はい、バイルザーギャル小林と小林申します。今日は皆さんご存知の三島という陶器についてご説明をさせていただきます。皆さん三島というとまず、スーパーなんかに置いてある土鍋ですね、グレーの灰色のあれを思い浮かべられるのが一番多いと思うんですけども、はい、あれが確かに三島の感じですね。あの灰色といいますかネズミ色といいますか、はい、それのもうちょっとね詳しく今回はご説明をさせていただきます。はい、もともと三島といいますのはあの朝鮮半島で作られていた陶磁器のことなんですね。ああいった灰色の感じですね。はい、それで、まあ、どうして三島というふうに名付けられたのかといいますと、静岡県にあります三島大社の暦がですねこの三島の柄にすごく似ていたということで、三島というふうに言われたというのが、まあ、通説になっているんですね。まあ、諸説あるんですけれども、その説が一番有力だというふうに言われております。はい、次にその三島の種類ですね、大きく分けると3つあるんですね。まずはハケメ、まあ、これ一番簡単な三島なんですけれども、この例えば湯飲みのこの中にですねこのハケ、白いハケでビューッと巻いたような跡分かりますかね。はい、これをハケメと言いますね。まあ、非常に簡単なんですけどあのビュッとこう巻くだけなのでね、はい、これがハケメと言いますね。そしてもう一つは堀三島といって、まあ、こちらのお茶碗なんかこれもともとは全面が白いお茶碗で、堀をしていくことによってこの下地が出てくるんですね。この下地のグレーの色が出てきて上地はこの白いものになります。でこれちょっとデコボコしてるんですけどもこの上土といいますかね上に塗ってあるものが膨らんでいるところで、掘ることでこの下のグレーのものが出てくるということで掘って文様を作っているんですね。はい、これもすごく、ね、手間のかかる技法です。で内側はハケメになってますね。はい、まあ、ハケメはピュッとやるだけなので割と簡単にできるんですよね。はい、これが堀三島という技法ですね。そして最後にインカという技法なんですけれどもこれはインカ印鑑の印に 花と書くんですが、それはハンコがあるんですね。花の形をしたハンコ、これはちっちゃいのから大きいのまでいろいろサイズがあるんですけれども、それをこの陶器の表面にこう押していって文様を作るというものなんですが、それがこちらですね。はい、これ細かい文様があると思うんですけどもこれは全てその印鑑のようなものでこの陶器に押していってそしてへこみますよね当然。でそこに白で、まあ、白い、まあ、泥と書くんですけども白でをすり込んでそして釉薬をかけて焼いてあるんですね。ですのでこれこの印鑑の大きさそして形で文様をこう形作っているんですけども非常に細かい作業がされていますね。でこれもそうですね、これちょっと模様が少しまた違うんですけれども非常にこれ職人さんの技術がこれね円形ですとねちゃんとこう全部均等にしなくてはいけませんので意外とこれ大変な作業だと思いますね。はい、これが印花という技法なんですよね。非常に細かいですね。で多少まあ凸凹はあるんですけど、まあ、
象眼といって、またご説明しますけども、こういった技法は非常に細かい作業ですので、なかなかね、手間がかかる職人技の、技法だということが言えますね。三島といいます。この3つの種類に大別されますので、これからいろんなところで三島の陶器が出てきた時に、これはどの部類に属するのかなというのをちょっとね、考えながら器を見ていただいてもいいかなと思いますね。はい、三島、簡単にご説明させていただきましたけれども、ご理解いただけましたでしょうか。ご視聴いただきましてありがとうございます。器の興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、インスタグラム、ツイッターなど SNS もやっておりますので、ぜひフォローの方お願いいたします。また、ネットショップもございますので、ぜひご覧いただきたいと思います。また、岐阜柳瀬ワイルズアギャリー小林と Google マップで検索していただきますとすぐ出てまいりますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。それでは、またお会いいたしましょう。